ヤクルトは10日、昨週のドラフトで育成1位指名した台湾、大河高渉、イング高渉の高橋昌星投手、18の入団会見を都内で行った。台湾の現役高校生が日本の球団からドラフト指名を獲得されるのは史上初。登録名は昌星、登録名は昌星、都市、ユニフォームは昌営と記す。 台北市で育った最速151キロ右腕は、今月高校卒業を待って台北市内で球団と契約。昨日、母、かなこさん、50、と8年ぶりに都内を訪れた。野球を始めたきっかけは2013年の第3回 WBC。台湾と日本代表の試合を家族全員でテレビ観戦して、すごく興味が湧きました。順調に実力を伸ばし、 今年2月、台湾で行われた、全国木製バット高校選手権、では MVP に輝いた。1メートル88、81キロの長身ながら体力的に不安があるため、当面は戸田の二軍施設で練習に励む。将来的には、1年間ローテーションを守り、多くのイニングを投げてチームに貢献したい。 早く支配下登録を勝ち取って二桁勝利ができる投手になりたい。藤川球児、元阪神などに憧れる18歳は流暢な日本語で抱負を明かした。